まあ、練習していることは、してるんですけど、まあ、一戦一戦課題も出てますし、その課題を、しっかり1週間で、潰して今日に臨んだって感じですかね。自分たちの、まあ持ってるこう持ち手の中で最良のものを選択 していこうっていう風な、イメージはあったので、そういう形に出てよかったかなと思います。そうですね、まあ、一戦一戦ですけど、まあ、明日 B マッチもあるし、A と B の共通で出た課題っていうのは、まあ、おそらくチーム全体で、克服しなければいけない課題だと思うので、明日の試合で出たものと今日の試合で出たものを潰して、来週臨みたいなと思います。